アナトリアに拡挙する、米陸諸国米陸とは、かつてアナトリア半島に拡挙した国々。訓行国とも呼ばれ、米と呼ばれる君主が治めた。11世紀末からルームセルジューク朝の長落期の13世紀後半までに発生した。米陸とは、米の領地を意味する。アナトリア以外では16世紀にオスマン帝国がチュニジア・アルジェリア沿岸においた大きな自治権を持つ。 セッショ統治区にこの、1071年、マラズギルとの戦いでのセルジューク朝の東、ローマ帝国への勝利とその後のアナトリアの征服の後、オグズ諸部族が今日のトルコへ定住し始めた。これに伴い、セルジューク朝のスルタン・アルプ・アルスラーンは、セルジューク家の王族スライマーン・イブンクタルミッシュをアナトリアに入植したオグズ系のアミールたちを統括させるために派遣し、 スラーマーンの子孫たちは、ルーム地方を根拠地として、ルームセルジューク朝を樹立する。クルチアルスラーン一世以降今夜に遠く、ルームセルジューク朝は、東ローマ帝国に対する安全を確実にするために、これらの部族、特に辺境の部族を使い、米の領地を、内米、またはウジベギと呼んだ。これらの部族は、軍事的、経済的援助を受ける代わりに、セルジューク朝について戦い、 完全な主権を持っていたかのように活動した。しかし13世紀に入り、後継者争いに加え東からのモンゴル帝国の信仰と巨セダグの戦いでの敗北により、ルームセルジューク長の勢力は衰え、ルームセルジューク長は、周辺のアルメニア王国やグルジア王国、イラン高原の他の地方政権ともども、モンゴル帝国に基準した。さらに1250年代には、 フレグの西方遠征によって、アナトリアはイルハン朝の領土に組み込まれ、この地域は徐々にモンゴル王皇の勢力下に置かれるようになった。ルームセルジューク長の権威が衰退することになったが、これは米が公然都市権を主張することにつながった。今夜への中央集権が衰退すると、多くの米がアタベグや他のムスリムの宗教指導者やモンゴルより逃れてきた。 ペルシャやトルキスタンの戦士たちと力を合わせ東、ローマ帝国を侵略して主張国軍を設立した。彼らの新しい領土の支配を保つためにモンゴルから逃れたペルシャやトルキスタンの戦士をガーズイーとして雇った。ガーズイーによって諸米陸は拡大し東ローマは弱小化していった。こうしてトルコ人の多くがアナトリア西部に定住した。東、ローマ、 ジェノバ人、テンプル騎士団との間の争いの中でさらに新しく、半島西部に、米陸が作られていった。トルコ人は1300年までに、エーゲ海沿いにまで達した。初期の頃、最も勢力のあったのが中央部にあった、カラマン公国とゲルミアン公国であった。オスマン帝国はその頃、北西部のソユと周辺にあった、オスマン公国という小国に過ぎなかった。 エーゲ海沿いには、北から順に、カレスイ公国、サルハン公国、アイドゥン公国、メンテシェ公国、テケ公国があった。国会沿いのカスタモヌ及び、シノップ周辺は、ジャンダル公国が支配していた。1308年に、ルームセルジュク朝最後の王族マスウード2世の死去により、同王朝は断絶した。これは、アナトリアの米陸を直接抑える存在が消滅した、 ことを意味し、各地の米陸は、イルハン朝の支配の感激を縫って、たびたび独自に外政や紛争を頻発するようになった。特に14世紀半ばに、イルハン朝が断絶した結果、イルハン朝の領土であったイラン高原からアナトリアに、かけて、米陸以外にも、ムザフファルアサ、カラコユンル朝、アクコユンルアサなどの地方政権が乱立し、本格的な軍有拡挙状態になった。 その名祖となったオスマン一世の統治下で、オスマン公国は14世紀の初頭に、マルマラ海の西と南の東ローマ領土を参植した。さらに隣接する枯れ水を併合し、1354年にルメリアに進出。カラマンに匹敵する力を身につけ、最強の米陸となった。14世紀の終わり頃にはオスマンは、領土購入と婚姻同盟によって、 アナトリアンの領土をさらに広げた。その頃からマンは、他の米陸や、マムルクアサ、白洋アサ、トゥルクマーン、トレビゾンド帝国、東、ローマ、ハンガリーと組んで盛んに、オスマンを攻撃していたが常に失敗に終わり、衰退していった。14世紀末までにオスマンは、カラマンの大部分と、その他の小米陸を征服していた。1402年のアンカラの戦いで、 ティムール朝に敗北するとオスマンの拡大は一時的に止まり、ティムールによってオスマンに併合されたベイリックが再興された。しかし、メフメト一世の知性でオスマンは持ち直し、息子村と二世はベイリックのほとんどを約25年の間に統一した。カラマンもメフメト二世により併合され、 セリム一世は1515 15年マムルークアサへの皇軍の際ラマザン公国とドルカディル公国を征服した。その息子スレーマン一世は1534年に現在のトルコにあたる領域を完全に統一した。それまでのベイリクの多くはオスマン帝国の行政区分の元となった。モハメッヘイジ・シャリフ、ダニエル・パンザック、イスト・アール・イコナミック・イソシアル・デエル。 エンパイアーオットマ o デラ、トゥルキ ISBN9068317997 ペータース・プブリシャースハットケートフリートヨーロピアンイスラミックトレードインザーリー・オットマンステートザ・マーチェンツ・オブ・ゲノアターキー ISBN0 から5 2 1 6 4 2二1 3ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスありがとうございます